グレー・テスト・ショーマンは2017年にアメリカ合衆国で制作されたドラマ、電気、ミュージカル映画。主演はヒュー・ジャックマン、マイケル・グレーシー初監督作品。19世紀に活躍した工業師、P.T. バーナムの成功を描くミュージカル映画。P.T. バーナムをヒュー・ジャックマンがパートナーのフィリップをザック、エフロンが演じる。音楽を手掛けるのは ララランドで歌曲賞を受賞したベンジ・パセックジャスティン・ポールのコンビ。この作品の現代、ザ・グレイテスト・ショーマンはバーナムが上演したザ・グレイテスト・ショー・オン・アースから撮ったもの。ちなみに、20世紀フォックスの前身である20世紀・ピクチャーズは、1934年にザ・マイティ・バーナムの代で一度、バーナムの電気映画を制作している。バーナム役のヒュージャックマンはこの時、 花の皮膚癌の切除手術を受けており、80針を縫い、命に関わる、可能性があるにも関わらず過小していた。小さい頃から貧しくも無双家のバーナムは、両家の霊場チャリキと結婚。ニューヨークでつつましい暮らしを始めて、娘たちも生まれるが、仕事が長続きせず、貿易会社に就職しても、会社の貿易船が沈没してしまい、倒産。 彼を含むすべての従業員が解雇される。しかしバーナムは沈没した船の登録証を持ち出し、それを担保に銀行から資金を借り、世界中のあらゆる奇妙なものを展示したバーナム博物館をオープンさせる。だが客足はかんばしくなかった。そんな時、彼は娘のある一言をきっかけに小ビジネスの道へと進む。精人症の男、大男、髭の濃い女。 全身姿勢の男、結合創生児の兄弟など、世間から隠れるようにして生きていた、様々な人を集め、いわゆるフリークショーのサーカスを始めたのだ。彼らのショーは大盛況になるが、批評家には酷評され、市民の中には、街の恥さらしと激しい抗議活動をする者も、現れた。バーナム一家も、裕福にはなったものの、上流社会からは単なる成り上がりの怪しい。 ペテン氏親子という扱いしかされなかった。バーナムは劇作家のフィリップ・カーライルと出会い、彼をショーの演出家にスカウトする。バーナムの熱烈な勧誘を受けたフィリップは取り分10%で承諾する。劇場を訪れた彼は有色人種の空中ブランコ芸人であるアンを見染めてしまう。フィリップのコネによりショーの仲間を連れて、 ビクトリア女王に拝謁することができたバーナムは、欧州随一のオペラ歌手と誉れ高いジェニー・リンドと出会う。彼女のアメリカ公演を成功させれば、ついに上流社会の仲間入りができ、娘たちも馬鹿にされなくなると考えたバーナムは、フィリップに劇場運営を任せ、自らはジェニーの公演に全てを注ごうと決めた。ジェニーの歌声は素晴らしく、初演は、 大成功を収めて批評家にも絶賛される。バーナムの名声にも箔がついたが、そのせいでバーナムは劇場のキャストたちを疎んじるようになった。劇場以外によりどころがない彼らは必死にショーを続けるが、バーナム不在の劇場は人気が落ちていく。フィリップはアンをデートに誘うが、たまたまであったフィリップの両親はアンを侮辱し、彼女は逃げ去ってしまう。 追いかけたフィリップは身分の差などを関係ないと説得するが、アンは不可能だと彼を拒絶する。一方、バーナムは多大な借金を重ねて、ジェニーの全米公演ツアーを観光し、当初は大好評を博するが、その道中でジェニーから寄せられる行為以上の誘惑に両親の過酌を感じ、二人は決裂。途中でツアーは打ち切りになってしまう。 ジェニーは最後の公演終了時にバーナムにあてつけのようにお別れのキスをし新聞の一面をスキャンダルで飾る。フィリップに任せていた劇場だったが市内の反対派との争いから放火され全焼してしまう。フィリップは案を救出しようとして燃える劇場に飛び込みバーナムによって救出されたものの意識不明で病院に運ばれた。さらに ジェニーのツアー中止による負債で、バーナムの邸宅は差し押さえられてしまい、チャリティは自分勝手なバーナムに愛想をつかし、娘たちを連れて実家に帰ってしまった。すべてを失ったバーナムが一人パブで酒を飲んでいたところ、サーカスの団員たちが現れ、彼にサーカスを再建するよう説得する。バーナムは自分が何のために、名声や成功を追い求めていたのかを思い出し、 サーカスが今や自分と団員たちにとって家族であり場所となっていたことに気づかされたのだった。重症のフィリップもアンに見守られてようやく回復した。バーナムは去った妻を追いかけ関係を修復する。サーカスの財政的困難もフィリップが彼の貯金を使って再建することを提案。野外のテントサーカスとして新しく蘇った。再開したサーカスは 大きな成功を収め、フィリップとアンは結ばれる。バーナムはフィリップにショーマ満の座を譲り、妻に寄り添われながら、家族との時を慈しむのだった。カッコ内は日本語吹き替え。この映画の制作が始まったのは2009年からで、ヒュージャックマンは第81回アカデミー賞でのパフォーマンスに目をつけたローレンス・マークに映画を作ろうと誘われたという。監督のマイケル・グレイシーは、 CM 監督で、ヒューと CM の仕事で知り合い、そこで映画の話を持ちかけられた。2013年には、作曲家のベンジ・パセックジャスティン・ポールが雇われた。ザック・エフロンは2016年6月15日に映画に出演するための交渉を開始し、2016年7月には、ミッシェル・ウィリアムズの出演が決定した。映画のリハーサルは2016年10月に、 ニューヨークで始まり、主要撮影は2016年11月22日に始まった。2017年12月には、ヒューと協力して、いくつかのプロジェクトに携わっていたジェームズ・マンゴールドが、映画のポーストプロダクションで、エグゼクティブプロデューサーとして務めたことが報告された。インタビューでは、マイケル・グレイシー監督は、この映画には8人のプロデューサーがいて、そのうちの1人が、 映画制作者であることは驚くべきことでしたと述べている。本作は観客からは評価されているが、批評家の評価は激しく分かれている。ロッテントマトズでは203個の批評家レビューのうち55%が支持評価を下し、残り45%が否定的評価を下した。平均評価は10点中6点となった。メタクレティックでは、 43個の批評家レビューに基づいて平均点は100点中48点となった。工業面では批評家のレビューから公開後3日間で800万ドルと不調だったものの観客の口コミで公開2週目の週末は1550万ドル、3週目の週末は1380万ドルと最高した。前衛アルバムチャートでは6週連続で1位を獲得し、 日本では2月26日付、オリコン週間デジタルアルバムランキングで映画公開と合わせて初の1位を獲得。さらに3月12日付、オリコン週間アルバムランキングでも首位を獲得した。2020年現在、全世界で累計830万枚以上の売り上げを記録している。ヒュージャックマンと監督のマイケル・グレッシーが、 続編の準備を進めていると明言した。タイトルや公開時期等は未定。ありがとうございます。